Morito, morito. Felicidades, felicidades. Ah, ですね。Nuevo estrella.朝子。リスペクト、リスペクト。先輩、先輩。後輩。後輩、後輩。お願いします。いいですか、これは。あ、もう始まってるんですね。始まってずっと自撮りでも大丈夫です。あ、オッケーです。じゃこれで。で、停止は上のボタンですか。赤です、それです。別に停止もしてもいいんですよね。はい。オッケーです。中日にもコミュ力高い選手いるんやぞというところを見せたりたいと思います。期待してください。ありがとうございます。すいません、中日の YouTube に流れますんで皆さんご協力してください。誠司さん酔っ払ってます。いえ、あ、村上君、はい、親の顔より見た村上宗隆のホームラン、ほんまにいつもよう打たれますわ。名古屋ドームで今年1回もないですよ、2回で。せやな。そうっすね、1回ヤクルト戦投げたけど、あんなに胸、あれオープン戦じゃないですか、今年1回投げたの。あれ、あんなに胸痛かった。多分いたと思う。いやー、名古屋ドームで中日の選手よりもホームランを打っている村上選手、本当にホームランの打ち方教えてください。名古屋ドームですか。はい、名古屋ドーム僕好きですよ、ね、好き、はい、ってことは FA 取ったら中日ドラゴンズワンチャンスノーチャンス流せないでしょこれ流しますよ、めちゃくちゃ流しますんで。村上選手 MVP 期待してますんで、取ったら300万で、はい、みんな飯釣る。いいね、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。分からん。栗林さん、はい、こんにちは。中日ドラゴンズの YouTube なんで、あのご協力叩かれますよ。いや叩かれ癖あるんで中日ファンに。生粋のドラゴンズファンというね、栗林選手、はい、なぜ中日ドラゴンズに来なかったんですか。いや、僕は本当は中日に行きたかったんですけど、なぜ中日は僕を取ってくれなかったんですか。中日ファン、中日ファンがまた騒いじゃうよこれで。カップファンにも怒られちゃう。なあ、怒られるな、いいことないな、はい、まあでもしっかりと、はい、カップで頑張っていただきましょう。はい、カップで頑張ります、はいはい、またドラゴンズのこと応援しておいてください。はい、応援はしてます。ドラゴンズ戦はお手柔らかに。いや、こちらこそお手柔らかに。いや、ほんまにお願いします。はい、ありがとうございました。青柳投手、はい、本日先発ですけど、はいはい、意気込みをお願いします。頑張ります。頑張ります。はい、はい、もう素晴らしいキャッチャーで受けてもらえるんで、はい、そのまま中日の木下のことを気に入ったら、はい、もう中日に来ていただいても。今は3年かかりますけど大丈夫ですか。お前ら買いばっかり。今日頑張ってください。ありがとうございます、はい、なんとトヨタの後輩にお土産持ってきました。木下タオル。ドラゴンズファンなんで、はい、多分僕が今日スタメンなんで、はい、ベンチで掲げてくれると思うんで。ありがとうございます。後でサインいただいてるやつか。めっちゃ書く、めっちゃ書くから。トヨタの先輩後輩ということでね、ほんまに。え、明日投げるの。明日、僕は明日です。僕は今日頑張ります。はい、木下選手、MVP 取ってください。 MVP 取ったら、あと10枚追加でカープ、ロッカーにやります。ありがとうございます。期待してます、トヨタバッテリー。はい、頑張ってください。じゃあ、乱高からこうやってやってるの。一番いいのは、ファーストランクに寄ってもらってヒット打って、それで汗拭くわ俺。ポケット入れときます。それやってほしいな。それでいいですか。はい、それでいきましょう。1打席目のところでランクを行って、ファーストランクが打った時にエルボ取りに行くついでにこれ、汗拭くだから死ぬ気で塁に出る。3-2 になったら見る。それでいきます。佐野選手、これは中日の YouTube なんですけど、はいはい、いつも佐野選手とか牧選手のホームラン打った時のパフォーマンス、はい、デスター社、はい、いつも羨ましいなと思って見てました。はい、え、結構中日の中にも
デスターがいるんですか。デスターはおらんけど、そうやな。そうですよね、うん、登場曲聞いて、そう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 、絶対そうやわと思って挨拶行きましたもん。あ、まあ、それで今日もホームラン打って、はい、デスター社見たいんで、はい、僕も一緒にやっていいですか。今日ぜひ。じゃあ絶対にかましましょう。デスター社 OK です。楽しみにします。お願いします。大山選手、よし、いつも中日戦打ってくれてありがとうございます。ほんまに勘弁してくださいよ、ほんまに。大山選手、はい、今日もホームラン打ってくれますか。頑張ります。今日あれですか、虎の金メダルは持ってきてるんですか。今日はちょっとないですね。ないんですよね。ないね。忘れました。今日ないの。な、作っとくわ。作っとくんで、ホームランったらそれかけて、はい、お願いします。お願いします。どうす、てるくん、モンタの大野の苦手なバッター、てるくんです。いつもほんまによう打ってくれますわ。たまたまっす、たまたま。いえいえ、佐藤選手、今日も大きいホームラン期待しますんで、はい、頑張ります。一緒に Z やりましょう、Z。 はい、お願いします。お願いします。期待します。 Z どういう意味か。モモクロ、モモクロです。全て大事です。そうだ、 Z です。すいません。はい、中日の YouTube です。よろしくお願いします。あ、今日も爽やかやな。ほんまに柳がいつも嫉妬してます。あ、本当ですか。はい、でも森下君と柳が、あいつは投げるときはあのイケメン対決でって言ってます。イケメン対決って言ってます、柳は。心のイケメンを選ぶ。心のイケメン、柳は所詮心のイケメンやと、はい、そう言ってるんですね。はい、柳に伝える。柳もこれ見てると思うんで。あ、見ないの。はい、今日も爽やかなイケメン森下君でした。よろしくお願いします。スグルちゃん、はい、スグルちゃんです。はじめまして。いつも本当に無表情で鉄仮面ですか。本当は心優しい男です。オリンピックの時に知りました。はい、ほんまにたまには中日に打たせてください。そんな、はい、一生懸命やってます。そうですよね、はい、名古屋ドーム、名古屋ドームじゃないか今、はい、マッテリンドーム、はい、大好きです。大好きなんですか。投げやすいです。これは困った。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。お前のせいだって完全無線あれマジで俺青焼くんで釣られて投げただけ。いや、僕もほんまあの日よかった。あの日だけじゃないと、もう1点取られたら終わりやと思ってたから。どうなったんですか。ほんまにマジナイスピッチやな。6回の赤いぐらいから、あ、今日もう1点取ったらおしまいだな。なんかあの新聞の写真とかでお互いがこう相手を見合ってるような写真とかも結構出てたじゃないですか。ほんまいつまで投げんのと思いました。ほんまに。だって延長投げんのなんてプロ入って初めてやるでしょ。俺も初めて。本当ですか。初めて初めて。いつ以来やろ、ほんまに。9回どうするって言われたんで、いや、王さん行くの多分行きますからね。でも、まあ、あの試合もそうですけど、青柳投手がなんか僕のことをその意識してくれてるのはすごく嬉しいですしね、僕も。はい、なので、ちなみに次の登板の、ね、投げ合った時には2点タイムリー打たれましたから、青柳投手。ほんまに勘弁してよ、ほんま。止まりそうだけですよね。まさかこの自分のところに帰ってくるとは思ってなくて、俺もちょっと刺されてもうて、トレーニングで。いや、あの試合でも大野さんめっちゃチャンスで最後来ましたもんね。あれですね、バンテリンの方の試合、はい、うん、そう、それまでもう全然打てる気せんくて、自分でもどうにかするしかないと思って打った瞬間いい角度で上がってんけど、前に来てた、近本くんがさらに前に来て取ったっていう。危なかったですね。ダメでした。あ、これね、ほんまもし自分で打って勝ったら、あれはね、スターやったんですけど、大野は持ってなかった。そこまで二十何人目出して僕だったんで、どうにか出れないからな。そうやったね。セカンドゴロかな。セカンドゴロ。いや、ほんまにスーパーピッチャーです。
去年のやっぱ侍の時からこう交流が始まった。そうですね、その時にしゃべり初めて喋って、めちゃくちゃナイスガイス、そんなに。大野さんには勝てないです。いやいやいや、まあ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 、まあ、青柳さんも大野さんと喋ってなんかこうお名前出すようになったんですか。そう、いや僕もずっと名前を出させてもらってます。嬉しいですよね。大野さんもずっと感動してるイメージなんで、僕からしたら。そうやったね、昔はね。昔はね。でも今年最近でもずっとあれです。もうエース像といえば中日大野さんずっと。そんなこと言うてくれますよ、ほんまに。今まででなかったんですよね、こういうことがね。嬉しいよね、ほんまに嬉しい。ね、お世辞でも嬉しいですしね。まあ、僕も青柳投手目指して、ね、ほんまに。すごいよ、すごい、ほんまに。もうタフやし、粘り強い。でも阪神からしたらいつも金を投げるときに相手大野さんだったらもうまたってなってますよ。中日からはどうなのかなっていう。俺がその登板回避で流れたけど、はい、ほんまだったらあれ3回ぐらい投げ上げてやったもんな。甲子園、名古屋、甲子園みたいな。でもやっぱりそうやって青柳投手が言ってくれるとやりがいを感じますよね。そのね、点取るの大変なピッチャーですけど、なんか投げ合いたいなって思える、うん、そうやって言ってくれてるから、しんどい試合になるやろうけど、うん、嬉しいです、はい、これいい話ですね。またファンの皆さんもこのマッチアップがあったら絶対見に行きたいとか見たいと思いますよ ね。俺が打つしかないか。いやいや、みんなが打ってくれると思うんでね、はい、簡単には打てないですけど、はい、今日はじゃあ先発する姿を応援するんですか。そうですね、セリーグ代表の、はい、ピッチャーなんで、ファン投票ナンバーワン間違いないと思います。、はい、今日はもう怪我せんように、はい、そうですね、中3日で来てるんで。やばいよな、やばいよ。ね、でも期待します。頑張ります。あの抑えたらベンチで一番最初に迎えるっていう。あ、そうしましょうか。はい、打たれたらドンマイと。その時も声。一つになって最高なんで。よし、ナイスバッティング、タンケ、ナイスバッティング。 DeNA の選手ともベスター社行く予定だったのに一番前に打ってた。マジっすか、よっしゃ。表彰式には高津様、山本様にご出席いただきました。山本様には中日ドラゴンズの大野雄大選手より花束が贈られます。両親に本当に強い体に産んでもらい、そして家族の支えがあってここまで来れたというふうに思います。これからは野球界の発展にもっと協力できるように、精進していきたいというふうに思います。この素晴らしい夢の球宴の試合前に、このような機会を作っていただき本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。高津様